屠殺業者とその召使い、ヨーストアンマンによる、リトグラフインドネシアの市場での鳥の屠殺屠殺または、土地区とは家畜など動物を、食肉、比較などにするため殺すこと。とは、ほふるい。皇帝液など伝染病が感染した家畜を殺して、埋めることを殺処分と表現する。道義語として占めるや落とす、または、潰すがある。人間が家畜を飼うようになって、 以降、肉を食べたりその比較を利用したりするため屠殺が行われてきた。それ以前には野生動物を捕獲する際に致命傷を与えるなどして死亡させていたが、これは捕殺とも呼ばれ、動物を捕らえるために殺す、その肉体を確保するために殺す行為なので屠殺とは識別されている。中世の農業を最時期に描かれた豚を屠殺する農民夫婦屠殺は社会の発展と、 都市構造の発生、発展に伴い、次第に分業化と一元化されるようになってきた。古くは、各家庭もしくは落農家においてなされていた土殺が、肉屋など専門業種での土殺へと変化し、さらに土地区場といった専門施設における集中処理となり、世間一般の目には触れないようになっていった。方法は、各国の歴史文化などにより異なる。古くは、 イスラムなどで行われるナイフで、軽動脈を切る、斧で首を切りつける方法であった。また特殊な例ではモンゴルなどで行われる、心臓付近に、ナイフで傷をつけ、手を差し込んで心臓の血管をちぎるというものがある。以前は日本でも人手で尖ったハンマーで頭部を、強打する方法や棒を射出する銃で狙撃する、方法が取られていたが、動物の苦痛を減らすため、 電気食法や二酸化炭素などに変わった。これらは主に動物の生命を立ち食肉に加工する上で発生する血液や食品廃材といった複製生物の処理やあるいは食料生産や環境に対する衛生面での配慮、加えて殺害するという面での倫理的な不快感といった事情にも絡んでの分業化、一元化であるが、 特に宗教などの食のタブーといった理由から特定の処置が食料生産に求められる地域では一種の宗教的な施設であるという側面も持つ。飼育された動物は土地区される。食鳥の場合は鳥取と呼ぶ。1867年5月外国人に牛肉を供給していた中川貨平が江戸江原郡白金村に都牛場を設立したが これが日本における近代的途上の最初であろう。明治以降、途上を設立する者の,の数は増え、日露戦争の時には、全国で約1500を数えた。しかしその設備の不完全、また衛生上、保安上改善を要する点が多く、1906年に途上法が制定された。日本では、仏教の伝来にも伴い、 平安中期から獣肉などに携わることを穢れとする見方が広がり、1922年の水平社宣言に至るまで印象が一人歩きしている。日本国内における牛馬の屠殺は、その歴史的な経緯から、不条な行いというイメージも付きまとい、そこには、食用家畜を単なる消費という、他の肉食文化では、 日常の延長に存在した行為として位置づけられず、もっぱら被差別階級の人々が言ってきたことという解釈がなされることが多い。しかし、その日本でも、さらに歴史を紐解けば、いわゆる生贄なども含め儀礼における祝いを表す、祝という極と、ほふるないし、ほふりという極は、 語源が同じという説もあり、もともとは犠牲を強して汚れ払い清める役割の人物が行っていた。つまり神職及びそれに近い役割の人々が行っていたと思われる。その後の食肉に必ず伴う土地区についても、彦根藩が1690年に薬育い,いとして牛肉を販売、さらには藩主自ら毎年のように将軍家の献上品として、 牛肉味噌漬けを送っていたなどの歴史もあり、時代背景や地域条件による差別、非差別で一概に語られるべきものではない。屠殺は、旧来、家畜を飼っている各家庭では日常的かつ普遍的に行われていたが、これが次第に世間一般から隔離されるにつれて、穢れのように扱われ、差別を被った事例もある。日本でも、 明治時代よりの社会変化で、食肉産業が発達したが、その当時の被差別部落などの絡みもあり、家畜の屠殺や解体に従事する者が差別を被るといった社会問題が発生し、現在においても参見される。屠殺に際し動物ができるだけ苦しまないよう配慮されている場合が多い。近年では動物虐待に対する危機もあるが、 そもそも角に暴れさせるような屠殺は、動物に不要かつ過剰な苦痛を与えるだけでなく、従事者にとって危険であり、作業効率も悪い。よって、多くの社会では、より速やかにかつ苦しませずに動物を絶命させる、方法が研究されてきた。食肉業としての採算を確保するため、ストレスのできるだけ少ない法や、筋肉に、血の残存しない、 放血法が用いられる。現代では、先進国を中心に、炭酸ガス中毒による方法、または頭部への打撃や関連首の動脈を切断することによる、失血死、あるいは麻痺させた後に、脳組織を物理的に損傷させるという方法が、取られている。しかしイスラム圏などでは、宗教的なハラールの教義から、古い伝統的な屠殺方法を取っており、 格子に綱を掛け頭部を下にして吊るしたら、間を入れずに動脈を切断し、ある程度は空中で暴れさせて、急速に出血死させる。失血死、または血抜きでは、肉に残る血液が最小限となり、肉の劣化や腐敗を遅らせる効果もあってのことで、特に冷蔵庫が普及する以前では、鮮度の低下で廃棄される肉を最小限に抑えるための技術でもあった。 その後、死後硬直の現象が起こる。死亡直後の筋肉は柔らかいが、時間経過により筋肉を構成する、タンパク質が状態変化し硬くなってくる。筋肉への酸素の供給が立たれると、後期的な代謝は停止するが、嫌気的な代謝は継続して行われる。つまり、肉中の ATP が消費され、グリコーゲンが嫌気的に分解されて、 乳酸を生成する。これによって徐々に肉の pH が低下する。最低到達 pH は牛、豚で pH5.5 付近、鶏で pH6.0 である。最低到達 pH になると嫌気的な代謝も阻害されるため、それ以下に pH が下がることはない。pH の低下に伴い、 筋じげ繊維タンパク質であるミオシンとアクチンが強く結合してアクトミオシンを生成し硬い状態になる。死後硬直中の肉は硬く、保水力も悪い。屠殺の後、皮下植物やその他の副生物は取り除かれ、残ったものを枝肉と呼ぶ。牛や豚などの肉畜の場合は、焼中線に沿って左右に切断される。 このように左右に切断されたそれぞれを、半丸枝肉と呼ぶ。鶏などのように、枝肉の形態を取らないものもある。土地区の後、土体、もしくは枝肉は冷却される。冷却の後、と体や枝肉のままでは、流通に適さない場合、さらに部位ごとに解体する。肉食という行為は、動物の生命を奪うことで、自らの生命を流れさせるものである。 このため犠牲となる動物に感謝を捧げる思想も見られ、その感謝の意味で苦しませることへの忌避も見られる。その延長で動物の苦痛に対しても言及している文化もあり、例えばユダヤ教では、一回の切断で致命傷を与えるために、屠殺に使う刃物は、よく研磨されているものと定めている。これは、よく切れる刃物で切り傷を負った場合は、一時的な、 麻痺により、不祥直後はあまり痛みを感じないが、切れ味の悪い刃物で怪我をすると、切った直後からひどく痛むという人間自身の経験によるものであると考えられる。多くの文明社会では、畜肉に対する感謝を表す人間の活動が、大なり小なり見られ、感謝祭や慰霊などといった宗教行事にも関連している。食用、加工用の家畜ではなく、競争場など、 他の目的で飼育されていた動物が、結果的に屠殺される場合もある。競争馬が、成績低迷や高齢などを理由に競争生活を、引退した後は、繁殖場、乗馬クラブや、学校の馬術部等での乗用、動物園などの観光用、研究用などに転用、あるいは功労馬として、余生を送る馬も存在するが、その割合は少数であり、 大半の競争場は屠殺されているのが実情である。功労場でなくても、牧場で余生を送るように計らう場所も存在し、余生を送ることができるか否かの判断は、経済的合理判断とともに、多分に、場所のパーソナリティや、牧場所有の有無などに追うところが多い。屠殺後の用途として、馬肉に回される場合もある。日本では、馬肉は、桜肉と呼ばれ、 古くから栄養豊富な食肉として、また、ニューコンミートのような大養食として親しまれている。ただし、江戸時代には生きた牛馬の土札は、幕府の禁制の対象であり、自然死や事故死のものが、薬にされた。食肉も禁制であったため、薬と称された。他の用途としては、家畜用飼料や馬の甲を参照のこと。日本で桜肉として流通しているのは、 ペルシュロン、ブルトン、ベルジャンの根欠種である、日本版系種を屠殺したものがほとんどである。これらは、当初から食肉を目的に生産されるものと、万栄競争の競争場を目的に生産されたものの、能力検定に不合格となったり場所としての買い手が、見つからないなどの理由で食肉に回されるものがある。また万栄競争の競争場でありながら、 超兵速等の不良の事故で平死した馬は、そのまま、桜肉として加工して、旧社関係者に配り、食する形で供養するという習慣が現在でもあるが、この習慣は、サラブレッドなどの軽種馬の競馬の関係者の間では、見られない。屠殺以外の殺処分においては、たとえ重度の負傷をした場合でも、食用、加工用を前提としない薬物による安楽死処分が、 一般的である。殺処分の方法を選ぶ必要はあるものの、屠殺により馬資源を活用する方が本来は合理的ではあるのだが、競馬場内で重傷を負った馬を屠殺場へ移動させるというのは感情的な反発も強い。また1973年10月に動物愛護法が制定され苦痛を伴う殺処分が法律により禁止された。 そのため日本では、同年6月の浜のパレードの一件以降、不祥場への安楽死が導入されている。足を痛めることは競争場全般において問題ではあるが、ことさらブレッドの場合は、早く走ることに特化して、品種改良が続けられた結果、その足は極めて繊細なものであり、不祥に弱い。足を痛めると不祥が、ひめまでもおかしい。 さらに残った問題のない足に負担が余計にかかって、関節炎などを併発、結果的にもだえ苦しみ最悪の場合には、衰弱死するか痛みでショック死する場合もある。このため、予後不良と診断された競争馬は、動物愛護の検知から安楽死されることがある。馬の吐殺に否定的なアメリカ合衆国では、エクセラーやファーディナンドといった有名な競争馬が、 それぞれ輸出先のスウェーデンと日本で屠殺され、市場に流通するなどした。同事件は、米国内で問題視され、米会員で、馬の屠殺禁止法案が可決されている。その他にも、中央競馬の八大競争で優勝したにもかかわらず、日本中央競馬会の施設に送られず、行方不明になった馬も存在した。また、 重症レースを勝っているにもかかわらず功労馬つなぎ、養展寺事業の対象馬になることなく処分される馬も多い。先に挙げた、米国の例の他にも、特に競馬の盛んなイギリスのような国家では、馬の汎用が難しくなった時には、人道的な安楽死が求められ、屠殺に強い拒否感、嫌悪感を示す。食のタブーなど、社会的な事情にも絡んだ、この問題だが、 日本ではペットとして見なされ、まず屠殺されることなどない犬や猫が中国、韓国などそれらを食べる文化を持つ地域では日常的に屠殺され食肉市場に流通している状態と対比させると理解しやすい。こういった食文化の違いに橋を発する動物の屠殺にまつわる文化抹殺は世界各地に多々存在する。日本では電気水槽で気絶処置後に 首の切断、あるいは気絶処理なしで、首が切断されるのが、一般的である。一方諸外国では、より人道的と言われるガスを使った、気絶処置への切り替えが進んでいる。意識のある状態で、逆さつりされ、そのまま首が切断される。気絶処置のない屠殺は、動物が不安、痛み、苦痛及び他の苦しみを感じることができる。 状態であり深刻な福祉問題が起こりやすく、2本の首動脈を切断した場合、意識の喪失までに60秒、1本の首動脈切断で122秒、2本の外形状脈切断で185秒、1本の外形状脈切断で233秒かかるとされている。検証後に電気が流れる水槽へ1は1は順々に、 頭部が使っていき気絶させる方法。その後に首の切断が行われる。ガスには二酸化炭素やアルゴン、窒素が使われる。高濃度の二酸化炭素への暴露は鳥の嫌悪感を有することが示唆されているため EU 指令でこれは許されていない。二酸化炭素のみを使用する場合は40%以下で暴露し意識を失わせた後で高濃度に切り替える二層式が 推奨されている。ただしこの方法でも鳥の嫌悪感はある。このことから、アルゴンや窒素といった、不活化ガスの使用が現時点では、人道的とされており、二酸化炭素と不活化ガスの混合物への暴露、もしくは不活化ガスの実への暴露となる。哺乳動物含め鳥類は、不活性ガスの化学需要体を持たないため嫌悪感を、経験せず、 動物福祉の観点から不活性ガスが望ましいとされている。ガスで意識を喪失させた後に検取りされ首が切断される。日本も加盟する OIE の動物福祉規約動物の屠殺では、口述するように、経流施設は動物がいつでも飲み水できる設備にすること、との記載がある。しかし2011年に北海道帯広職肉衛生検査所などにより、 実施された全国の屠殺場実態調査では、牛の屠殺場で50.4%、豚の屠殺場で86.4%に、飲み水設備が設置されていないことが分かった。同調査では、家畜の屠殺場への搬入状況も調査されており、前日搬入を行わない、屠殺場は、牛でわずか約8%、豚では、 約5%にとどまる。これはつまり、日本の多くの屠殺場で長時間にわたり、家畜が飲み水できない状況にあることを示している。また、アニマルライツセンターは2016年に、屠畜場の動物福祉に関するアンケートを実施しているが、牛の屠殺場で46%、豚の屠殺場で76%、その他動物で80%で、 飲み水設備がないことが分かった。この問題について2017年2月27日に参議院でアニマルウェルフェアに関する質問主意書が出されたことを契機に2017年3月8日に厚生労働省から新設及び改築等が行われる土地区上の住築の飲用水設備の設置についてという通知がで新設及び改築の際には 飲み水設備の設置が促されるようになった。しかし義務ではない。諸外国では屠殺場における動物福祉が進んでおり、アメリカカナダ、香港、オーストラリブラジル、台湾、EU ニュージーランド輸出向けの牛を処理する屠殺場では飲み水設備がなければ輸出できなくなっているが、日本では現在国内の屠殺場において、住畜用の飲み水設備がなくても、 違法とはなっていない。サイラント鳥を屠殺する、食調処理場において、飲食、飲み水ができず、頭を伸ばして立つことのできない同動後の中で長期に、渡る保管が行われていることが国会で問題となったことを受けて2018年に、厚生労働省が行った調査では、24時間を超えて保管している割合が、ロットで、約16%。 中には3日を超えることもあることが分かった。口述するように、OIE の動物福祉規約では生きた鳥を熱湯処理しないように求めているが、2018年度には、肉用鳥で508,406羽、サイラント鳥で212,109羽の鶏が生きたままで熱湯処理されたとアニマルライツセンターは報告している。イギリスとスウェーデンではこれは、 法律違反にあたる。アメリカでは法律違反ではないが改善が進んでいる。生きた鳥を熱湯処理する割合は日本は米国の9.6倍となっている。日本の加盟する OIE において2005年に動物福祉規約動物の屠殺が採択された。EU 指令、殺害時における動物の保護についての中で動物の扱い方について規定されている。 EU 加盟国は、本規則の違反に罰則を定め、それらが実装されていることを保障するために必要な、すべての措置を講じなければならない。28時間法、1906年制定家畜を、含む動物を週間移動させる場合、輸送車両などから、家畜の経流場まで飼料、水の給与及び休息のため家畜を、輸送車両などから下ろすことなく、 継続して28時間以上当該車両等に積んだ、ままの状態にしておくことを禁止するとともに、人道的に移動させることが義務付けられているが、人道的の定義がなされていないため、厳格さに欠ける。人道的な土地区に関する法律、1958年制定土地区や、土地区上での家畜の取り扱いに関する方法を、定めた法律。対象家畜は牛、馬。 羊、豚等であり、課金は含まれていない。土地区方法については、家畜が苦痛を感じないように行うことが義務付けられている。1978年からはこの基準を満たすことのできない外国の土地区場で生産された食肉の輸入を禁止。搬入時に家畜が怪我をしないよう、床や管理者の取り扱い、土地区場において常に 飲料水へのアクセスや十分なスペースを設けることなどが記されている。動物の愛護及び管理に関する法律第40条に動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないとされている。また、同法に基づき1995年に動物の殺処分方法に関する指針が制定され、 動物の殺し方は、できる限り動物に苦痛を与えない方法で、意識の喪失状態にした後に、新機能または、肺機能を停止させる方法、もしくは社会的に容認されている、通常の方法によることと定められた。だが法律における、できる限り動物に苦痛を与えない方法の定義が、なされていないため運用が難しい。また死神には、 法的拘束力はなく罰則はない。動物の権利運動を行うヘルムート・ F カプラインは、意識ある状態での屠殺について描写し、拷問だとして批判している。ブラック問題の視点から、被差別ブラック民に対する差別用語であると批判されることがある。日本国語大辞典、第二版は不利。長澤春子編書、食べ物と健康食品学、食品機能学、 食品化工学茨く出版株式会社2005年ピアニッシモ172から 173ISBN4 から 263704487https コロンスラッシュスラッシュ EDEPOT.wur.nl スラッシュ 8308EUROPEANFOODSafety a u t h o r i t a o 0 4から027 ウェルフェア・アスペクツ・アフアニマル・スタニング＆キリング・メソッズ。二千二十年十月二十日閲覧。ミード・ G。ポルトリー・ミートプロセッシング＆クオリティ。エルスビル。ISBN 九百七十八から一から八五五七三九ゼ三一。https。コロンスラッシュスラッシュブックス。google。<ht> go co。jp。スラッシュブックス。id。イコール。 ピコグラムイコール PA84&、LPG イコール PA84&V イコール、オネパゲ &Q&、F イコールフォルスハット、https コロンスラッシュスラッシュ efsa.onlinelibrary.id.com スラッシュドイスラッシュ pdf スラッシュ10.2903スラッシュ j.efsa.2012.2757 Scientific Opinion Scientific Opinion on the Electrical Requirements for Waterbus Stunning Equipment Applicable for Portree 1 2020年10月20日閲覧 EU Regulation Changes View on Stunning at Slaughter www.thepoultrisite.com2020 年10月20日閲覧 奥の久氏、鹿島明、山沢真治、斉藤慶吾、土地区上の軽流所における家畜の飲用水設備の設置状況、日中開六66、ピアニッシモ、八百875から8 8十、参議院でアニマルウェルフェアに関する質問主意書が提出されました2017年2月28日、認定 NPO 法人アニマルライズセンター、 2020年4月21日閲覧 https コロンスラッシュスラッシュ www.hopeforanimals.org スラッシュスロータースラッシュ515スラッシュと築上の飲用水設備について厚労省から通知2017年3月15日認定 NPO 法人アニマルライズセンター 2020年4月21日閲覧。輸出食肉、海外へ輸出する、牛の屠殺方法と、国内消費の牛の屠殺方法に、アニマルウェルフェア格差2016年8月18日。認定 NPO 法人アニマルライズセンター。2020年4月21日閲覧。衆議院農林水産委員会。 アニマルウェルフェアは重要な課題2018年11月21日認定 NPO 法人アニマルライスセンター2020年4月21日閲覧厚生労働省医薬生活衛生局食品監視安全課長職長処理場における鳥の保管状況に関する調査の結果について2020年4月21日閲覧 https w w w ホープフ u アニマルズ o r g ブロイラー。レッドスキンチキンマイナス2018ブロイラー。認定 NPO 法人アニマルライズセンター。2020年4月21日閲覧。卵産まなくなった後に待ち受ける熱湯で殺される、運命。北海道、静岡、茨城改善を。2020年3月9日。 認定 NPO 法人アニマルライズセンター。2020年4月21日閲覧。鳥を生きたまま熱湯で茹でる。食調処理場018-03-24。認定 NPO 法人アニマルライズセンター。2020年4月21日閲覧。チャプター7.5スローターオブアニマルズアーティクル7.5-1テレストリアルアニマルヘルスコード。 ワールド・オーガニゼーション・フォー・アニマル・ヘルス前間里氏土地区時のアニマル・ウェルフェア工場に係る新規則について農商理事会が政治的に合意独立行政法人農畜産業振興機構2009年6月25日カウンシル・レギュラシオンナンバーワン・レイ・2009オブ24セプテンバー2009オン ザ・プロテクション・オブ・アニマルズ・アット・ザ・タイム・オブ・キリング・ユーロ、レックス勉強会資料愛米国におけるアニマルウェルフェアの概要社団法人畜産技術協会快適性に配慮した家畜の使用管理に関する勉強会平成18年度勉強会ヘルムート F カプラン死体の晩餐同時代者、2005年坂茂げ封印漫画大前3歳ブックス2009年 181ページ、映像作品、ありがとうございます。